イザー、隠れ家の直し方を思いついたって本当？小さくても建物だろ。そんな一朝一夕に思いつけるもんなのかよ。適当な思いつきで直してもすぐ崩れるんじゃ。アンペルさんみたいにうまく説明はできないけど、私の隠れ家の完成形をイメージしてみたの。イメージ？そう、家ならどんな感じの材料が必要かってある程度推測できるじゃない。それが分かればどの材料をどう錬金術で調合すればいいかもなんとなく分かってくるわけ。そうなのか。ちょっと待ってよ。これとこれ。必要な材料をまとめてみた。これだけ揃えば隠れ家が建てられる気がする。この材料を作るための原材料もたくさん採取しなきゃいけないけど、この材料から調合完成までがつながっていく錬金術師としての確信ってやつ、信じてくれる？まあ面白そうではあるか。このメモにあるものを用意すればいいんだな。僕もどうやって隠れ家が出来上がっていくのか興味は湧いたかも。私も最初についていければ本当の仲間に。クラウディア、何か言った？何でも。私にも何か手伝えることはない？クラウディアには完成後に手伝ってほしいかな。レントとタオのセンスじゃ内装は任せられないからさ。随分な言い草だな。せっかく手伝ってやるっつってんのに。そうだよ、ライザは僕らのありがたみについてもう少しちゃんと認識してほしいな。ごめんごめん、ちゃんとありがたいって思ってるから。それじゃあ私はみんなが採取してる間お弁当やおやつを用意して待ってるね。ほんと？前にもらったクッキー美味しかったんだ。がぜんやる気が出てきたよ。むしろそのためにライザを手伝うのもありだな。あんたらね。そうだ、作った材料の管理は3人に任せていい？ああ、そっか。ライザに持たせたままじゃせっかくの材料も錬金術に使われかねないね。そうそう、そういうこと。たく、偉そうに言うなよな。何にしてもやることは決まったわけだ。ちゃっちゃと材料を作って隠れ家を直しに行こうぜ。